平野紫仕様、恋愛リアリティ番組、バチェラーへの出演にファンが宣戦布告。その意外な素顔とは親愛なる読者の皆様へ、こんにちは。平野紫仕様の最新情報をお届けするこの特別な記事にお越しいただき、ありがとうございます。彼の新たな展開について、詳しくご紹介いたします。 元キングプリンスへのメンバーであり、新たな舞台として、飛べに参加した平野市よ彼は自身の SNS を通じてファンとの交流を深め、その魅力的な一面を明らかにしています。最近、彼がファンからの質問に答える形で行われたインタラクションからは、まるで恋愛リアリティ番組、バチェラーに出演するような興奮が感じられました。バチェラー。 とは2002年に全米でスタートした人気の恋愛リアリティ番組です。一人の独身男性または女性、バチエラーまたはバチエロレッテが多くの異性から選ばれた美男美女たちと共に運命の相手を見つけるための恋愛バトルを繰り広げます。平野紫仕様もファンからの質問でこの番組への出演を考えた際、どっちも出たい。楽しそう。 とコメントし自身の本音を赤裸々に語りました。でも本当に大変そうだよね。との彼の言葉には、華やかな舞台背後に隠された本音が感じられます。恋愛リアリティ番組は、参加者にとっては楽しい経験である一方で、感情の波乱や決断の難しさも伴う厳しい試練です。 彼が出演者の視点から語った言葉は、その舞台の真実味を浮き彫りにしています。現在放送中のバチェラーシリーズ5に関しても、平野潮はファンからの質問に率直に答えました。死の選び方について尋ねられると言ったらどっちかに申し訳なくなっちゃうから言いません。だって二人とも頑張ってるもん、と微笑ましいコメント。 彼の真心とも取れるこの回答は、彼のファンへの深い思いやりを物語っています。驚きと歓喜の中で、平野耀はファンからの宣戦布告にも応じました。塩くんがバチュエラーに出たら本気で落としに行くよ。とのコメントに、大し落とせるかなという彼のにやりとした言葉。これは、平野耀の魅力がファンの心を引きつけるだけでなく、 彼自身もその熱いエネルギーを楽しんでいる様子を示しています。結論、平野仕様の新たな展開によって、彼のファンはますます興奮と期待に胸を膨らませています。SNS を通じて見せる素顔や恋愛リアリティ番組、バチェラーへの意欲的なコメントからは、彼の多面的な魅力が感じられます。 これからも彼の活動に注目し、その成長と輝きを見守っていくことでしょう。挨拶、ここまで平野仕様の新たな展開とファンとの交流についてご紹介してきました。彼のこれからの活躍にますます期待が高まるばかりです。読者の皆様も彼の魅力に惹かれること間違いなしです。今後の彼の動向から目が離せませんね。どうもありがとうございました。 米印この記事はフィクションです。実際の出来事とは関係ありません。